はい、ではザ・ブラッシーズの2人でございます。盛大な拍手で開幕させてください。どうぞよろしくお願いします。1曲目は
欲求という歌をやらせていただきました。その次はタコボさんちという曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。構成でやっているんですけれども、今日はちょっと久しぶりに
カバーをやってみようかなと思いまして、まあ、奥花子さんっていうピアノ弾き語りのシンガーソングライターの方の曲で、プレゼントっていう曲があるんですけど、ちょっととても可愛らしい曲なんですけども、こちらの方を今日はカバーでやってみようかなと思います。初めてやるカバーで、ね、すごい緊張してるんですけど、応援してほしいです。わー、ありがとうございます。隔離されてるから、見に来てくださる方いらっしゃるかなって思ってすごい心配してたんですけど、すごいたくさんの方にお越しいただきまして大変ありがたいですね。今日頑張ってやりたいと思います。
曲丸ごと拍手していただいてありがとうございます。心強いね。いや本当にですね、さっきちょっと、まあ、左側ギター担当のエミさんと私ベース担当のトモでやってるんですけども、まあ、エミさんの言った通り、まあ、ここちょっと少し会場とメインのストリートとちょっと離れてるところなんで、まあ、大丈夫かな、お客さんいるかなと思ってたんですけど、結構もうほとんど席も埋まってるような感じで入ってらっしゃってるし、まあ、ここはちょっと屋外と違って結構涼しいところでやらせてもらっているので、こんないいところでやらせてもらっていいのかななんて今ではもう思ってるんですけども、次はちょっとオリジナルの曲で一番自分たちの中では新しい曲なんですけど、まあ、ちょっとさっきの曲で盛り上がっていただいたので少し静かになるような曲をやろうかなと思います。ちょっと私一週間前に風邪をひいてしまって少しお聞き苦しくてすみませんって感じなんですけど、皆さんは大丈夫ですか？風邪などひかれてないですか？気をつけください。じゃあ次は少し静かめの曲です。オリジナルで固定の人形という曲をやらせていただきます。いきます。Oh.
Thank you.
ズの2人にもう一度盛大な拍手をよろしくお願いします。